はいどうもこんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、パソコン整理していたらですね、7年前の動画、2013年5月のあのブレイクダンスのバトル動画が出てきまして、思い出に浸りながらちょっとナレーション入れつつこの動画見ていきたいと思います。まあ僕のねブレイクダンスを始めたのが実は20歳の時で、この2013年の7年前だと多分ね、ほんと大学4年とか5年ぐらいなんですよね。5年生かな、まだ始めて間もない頃なんですよね。で僕のダンススタイルってすごいなんでしょう、結構がっつりブレイクダンスに影響を受けてて、スキルメソッドのベノムとかB-Boy、ドラゴン、ファウンドネーションですね、レペゼン。あの辺にすごい影響を受けてるんですよ。まあ、特にね、日本の方はね、僕のダンス、踊るスタイル、ドラゴンさんにそっくりだ、バイトだって結構言ってくるんでね、見ただけで影響を受けてることは分かっちゃうのかなと思うんですけども、あ、これが僕ですね、はい。まだまだもう下手くそですね、当時。あ、この辺ね、今落とすのとか結構ドラゴンさんの影響を受けてる感じですね。で、この時白いキャップで出てるんですけど、この当時ね、タイミング的になんですけど、おそらく確かね、ボディーカニバルの B ガール、あーちゃんさんの、ムーブにも結構影響を受けてて、ただなんか全然真似ができなくて、この白いキャップだけでもみたいな感じでつけてたのすごい覚えています。はい。で、ちなみになんですが、MC やっている方、この人ね、今では、オーバーザグラウンドでも有名になっていますね。リアル秋葉ボーイズの鈴宮敦樹さんです。まあ、当時、この当時でもね、すでにこっちの世界ではもうすごい有名だったんですけど、まあ、今はもうオーバーザグラウンドでも有名ということでね、すごいですよね、本当に。まあ、そんな感じでね、昔の動画を見ながら、ダンスバトルを実況するというのは僕の思い出語りなんですけど、まあ、まだほんとね、バトル自体も出て、ほんとなんだろう、数回って感じなのかな、もうすごい少ないんですよね。で、ちなみにこの相方、B-Boy 俊平っていう、もう今や高校生で超有名な B-Boy になっちゃったんですけど、日本チャンピオンにもなってるのかな、確か。当時ね、僕と彼は、ほんとにブレイクダンスやりたての頃に一緒に出会って、結構2人で頑張ってきたみたいな感じもあったんですよね。だからよく一緒にバトルも出てました。で、これがほんと最初の頃のバトルになるんじゃないかな。はい、こんな感じですね。ではこんな感じでちょっと今回はね、思い出に浸りながらの動画になりました。では、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。